え皆さんこんにちは、えー、私の方からはですね、えー、事例紹介を中心に国内上下水道における PPP 事業の事例をですねご紹介をさせていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いしますまず最初にですね会社のご紹介をさせていただきたいと思います設立2008年、えー、機械設備の日本外資と電気設備の富士電機 総合エンジニアリングを目指して設立をされましたたまさか今年10周年でございまして2014年には東証一部に上場をさせていただいております次にですね、えー、ご発注の範囲ご発注の推移といったものをご説明させていただきますまず当初はですねデザイン ビルドこのビルドもコンストラクションということなんですが設計それから電気設備機械設備土件工事といったものに分かれて発注されましたそれがオペレーションメンテナンスこれらが一緒になって DBODBO という事業が創出されるに至っておりますさらに資金調達が加わることによっての PFI そして昨今取り沙汰されている運営的なものまで取り込まれたコンセッションといったものが当初が右肩上がりで議論をされてきているというような状況でございますこれは私どもの全国の PPP 事業の自宅現場でございます大体いい北海道からですね えー、南九州までほぼほぼおまんべんなく上下水道を合わせてですね受託をさせていただいております約三十箇所ございます、えー、これはですねメタウォーターがあーまあ初期から今日至るまでやはり、えー、右がに えー、当初から現在に至るまでのさまざまな事業の変遷といったものを、まあ、一軒一軒、えー、プロットさせていただいております、例えば一番最初のこの田原というところですね、えー、受託が始まって約13年になります、あと1年半で PFI 期間終了となります、えーまあ、そのぐらい PFI という事業も歴史を持ってきたということが言えようかと思います。 それから愛知の排水処理、これは排水する設備の部分を PFI で出していただいたと。それから横浜市の河井浄水場の PFI、これは浄水場全体の建設5年間と20年間の運営といったものをセットでご発注をいただいている。資金調達もすべて民間でやらせていただいたいるそれからこれは大牟田荒というです、ね、県境、県またぎの 福岡県大牟田市と熊本県荒尾市が共同浄水場を作られた、そこの DBO 事業に参画をさせていただいていまあ一つの広域化の一つのパターンかなというふうには思っております。それから会津、ね、若松、これは SPC がです、ね、浄水場の、基幹浄水場の DBO と、それから総排水管理、これらをセットにした形で、一つの SPC で運営をすると。 いいう形のモデルでございますそれから女川、これは何かと言いますと、これは水産加工排水の PFI です、上下水ではございません、ただし、排水を業者から流していただいて、それを計量させていただいて、その計量した金額を頂戴することによって運営させていただいている、まあ、独立採算型の PFI ということが言えるかと思います。それから豊川 これはあの RO と呼ばれるですで、ね、に15年、20年使っていただいている施設を引き渡しをいただいて19.5年間で適宜適切な保守、まあ、大規模改築でも更新でもいいんですがそれは事業者に採用を委ねてくださっていると,という意味での新しさがあろうかと思っていますそれから荒尾これはあのいわゆる技術業務に加えて料金事務 であったりとか料金徴収も、いわゆる事務系の業務もすべて一括して、ちょをしていると、ここにさらに計画支援であるとか、もろもろいわゆる計画系の業務も、私どもに委ねていただいております。それから北九州、これはの第三セクター方式という形に出資をさせていただいております。 えー、北九州さんがマジョリティを取りまして、私どもは19%の出資、まあ、その中で、えー、近隣地区、棟方事務組合から自宅をさせていただいた業務を、えー、北九州オーターサービスさんとご一緒に、えーまあ、水道事業をやらせていただいた、こういう業務でございます。えー、それから最後ですが、大牟田、これはあの、やはり俗にうに3億円と4億円をセットにして、自宅をさせていただいております。えー まああの運転をしながら建設のまあさまざまなデータを活用した最適化を図っていくという意味で新しさがあるのではないかというふうに思っております。え最後の事例です。あの先ほどもご説明申し上げましたが横浜の海上水道10万6千トンの季節を、えー、膜を活用することによって17万2千8百トンに能力を上げ、えー、水利権ほぼほぼすべてを 浄水という形でしかも上部の太陽光発電を利用することによってほぼほぼです、ね、昼間の日照時間であればです、ね、浄水場全体の電気を賄うかつまたフィットを使って売電をさせていただいて、まあ、その大きくはないんですが収入を上げさせていただいているという新しい事業でございますご説明は以上でございますありがとうございました